PPA の広がりによってですね、自家消費という太陽光発電のシステムを売電ではなくてですね、自分のところで使うという方向にだんだん向いてますよっていう第3弾の動画になります。まあ、第1弾ではですね、このように蓄電池ですとか、カーボンニュートラルのね、改めてこう方向性がいろいろ出てきたよっていうところなんですけども、まあ、今まではフィットという形でですね、投資目的としても売電のシステムで太陽光発電を作ってきたっていう経緯がありまして、これがね、いろいろな、まあ、問題も引き起こしてまして、投資目的なので本来の太陽光発電の電気を生かそうというものではないんですね。政府から、まあ、電力会社からもらえる、売電の費用をいかに安くね、提供できるというか、まあ、設置費用を安くさせながら、その売電費用っていうのをですね、うまく引き出せるかどうかっていうところに注目がされてたのかもしれないですけどね。まあ、それによっていろいろな、まあ、弊害が出てきたというところですね。遠隔地でとんでもないところにこうどかって土地を買ってですね、あるいは借りて作っていくと非常に土地代が安くなるということで、まあ、売電のね、送電をこう引き込むっていうのも、ちょっと大変ではあるかもしれないような地域もあったんでしょうけど、とにかく、1キロワットあたりかな、40円というシステムで組んで、という値段で組んで、かなり売電費用をね、稼げるかどうかっていうのが注目されてたんですけど、まあ、それは本来のね、再生可能エネルギーを広げるっていう部分でちょっとずれてるところですよね。で、そこが今、いろいろな方向性としてですね、パワーコンのこういう蓄電池の一体型の発表ですとかね、そういったものですとか、まあ、企業がね、どん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 自家消費に向いてきているよっていうところです。本来のその売電をやるっていうところではなくて、自分のところで自前でっていうところもそうだし、PPA っていうのは第三者モデルっていう形で設置費用をね、無料にしてもらって、請け負ってもらって、それを、設置会社にこう売電費用として払うというか、電気料金として払っていくっていうモデル。簡単に言うとそんな感じなんですけども、そういったものの事業者というのがだんだん増えてきているよということと、そういうシステムがだんだん、ね、増えてきているよというところですよね。で、第3弾目が、このエコスタイルオフサイト太陽光の自家消費を自己託送で実現ということですね。エコスタイルはオンサイト、敷地内、オフサイト、遠隔地、それぞれに企業向けの非フィット太陽光発電ソリューションを提供すると。オンサイトでは PPA モデルの活用を提案、オフサイトでは自己託送により自己消費型太陽光発電システムの構築を打ち出すということですね。ここまで進んできてるんですね。自己託送とは電気を使う場所、需要地から離れた土地に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を一般送電事業者の送電網、送配電網を利用して需要地に送り、自社の施設で使用する仕組み。要するに電力会社の送電網を使うということですね。遠くの所有地を活用して自家消費型太陽光発電システムを構築することができる注目のスキームだということですね。自己託送を利用する場合、需要家は発電者として太陽光発電量の計画を作成し、この計画地と実績地を一致させなければならない。計画地、当時同量。このためには高精度な発電量予測が必須となるが、需要家である一般企業には難しい作業でもある。エコスタイルは独自に開発した発電予測技術を活用してこれを実現。発電量の予測、発電計画の作成を代行し、自己託送スキームを身近なものにしていきたい考えだということですね。あとね、NTT もやってるんですね。NTT インフラネット、再エネ地産地消を自衛線構築で支援と。自衛線ですよ。これすごいですね。NTT グループで情報通信インフラ、通信土木を担ってきた NTT インフラネットは、自衛線構築事業で再生可能エネルギー活用の可能性を広げる。自衛線とは太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの再生可能エネルギー発電所から電力連携点までを結ぶ自前の送電ルートのこと。エネルギーの地産地消、地域での需給一体的な再エネ活用を目指す場合においても、地域内の複数の施設を結ぶ自衛線ネットワークが重要な役割を果たすということですね。NTT インフラネットでは自衛線設備の占有可能ルートの検討から、自衛線埋設設備や架空設備などに関する設計施工をトータルに請け負うと。
すごいですね。スマートエネルギーウィークには2020年から出展しているが、我々が想定していなかった幅広い事業種のお客様がお見えになり、さまざまなお問い合わせをいただいていますと、とのこと。再生可能エネルギーをより広範に生かし、企業や社会の課題を解決する取り組みの一つとして、自衛線構築への関心もこれまでになく高まっているようだということですね。まあ、広大な土地を持っている会社っていうのは、こういうことも可能だっていうことですよね。近くに工場を持ってたりする会社は、例えばその従業員の駐車場とかをね、太陽光発電の場所にしてもいいでしょうし、ということですよね。こういうのはいろいろ面白くなってきてますよね。だから、まあ今後はやっぱりこういった自家消費、自己託送というシステムを企業自身が組まないといけないような、まあ、法律なり規制なりっていうのがかかってくるっていうのは、まあ、これだけの企業で動き出してるっていうことで、事前にやっぱり案内というか、やっぱりあるんだなっていうのは、なんとなく想像できるような感じがします。そこまでね、ないと、ここまでのいろんな会社が動かないというふうにもなってきますよね。特に NTT みたいなね、まあ国と結託してやってるような会社っていうのは、必ずそういう情報がいろいろ入ってきてますから、まあそういった、どういった規制がね、貼られて、どういったルールがこれから仕入れられてっていう、まあ仕入れられるっていう言い方は変ですけどね、やられるかっていうことですよね。そういったものに沿ってやっていかないと、やっぱり事業は成り立たなくなるので、今後はね、そういったところの方面に投資をしていきましょうというところで、まあ、満場一致という感じになっているのかもしれないですね。はい。まあ、こういうね、模型なんかも作ってやってるのが結構面白いですよね。はい。ですね、今までのこう PPA モデルっていうのはそれほど盛んではなかったんですけど、やっぱりね、企業さんの動きを見る上では、どうしてもその、こういったスマートエネルギーウィークっていうね、まあこういったの最大規模のですね、展示会なんかをね、こう見ていけもよくわかるんですけれども、やっぱり規制ですよね。規制緩和、規制強化とかですね、法律の制定によって、そういった動きがかなり形成されるという形になってきます。じゃあその法律を作ってるのはどうなのか、そういう動きを作ってるのはどこなのかっていうのをね、もっと注目していくことが、こういったエネルギーの発展の上でもすごく大事なのかなと。そういう決定権を持ってるところが、やっぱり強いというところになりますよね。はい。まあこれはね、結構今大きなこと言ってますよ。まあ、当たり前のことかもしれませんけどね。でも、本当は何なのかっていうところですね。そういうところがどうやってそういう決定権を得たのか、やりながらね、そういうものを行使してるのかっていうのはね、なかなか見えてこないところだとは思いますので、そこをね、しっかりと見定めるっていうのは、これから生きていく上でも大事かなと思いますね。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。